まあ、それにしてもね、あの、昨日は、えー、水泳のね、池江璃花子さんっていうんですか、池江璃花子選手が白血病を公表したっていうことが、まあ、すごく、えー、話題になってね、えー、まだ18歳の方っていうことで、まあ、 あの、これはまあ、ほに治療にね、専念したら、ね、今の白血病というのは、あの、治るということなんでね、まあ治療に専念してほしいなと思うんですけども、まあそこに来てですね、この桜田義隆、えー、五輪大臣ですかその方が、えー、がっかりだと、えー。日本の、日本が本当に期待している選手なので、がっかりしていると。 いう発言をしたということがですね、まあすごいネットでも、えー、野党もね、すごく、まあ批判をしていると、まあ、当たり前ですよね。まあ、あの、桜田大臣もですね、まあ治療に専念して頑張ってもらいたいということは言ってるんですけども、ただ、がっかりしているというのはいかがなものかというね。 えー、それがその池江選手へのですね、その向けての言葉として、まあ、ものすごく不適当というのはね、これはまあ誰が聞いてもね、わかると思うんですよね。 なんか本当になんかデリカシーがないっていうかそういう大臣がやっぱり多いですよね。この安倍政権ね。麻生さんの、えー、子供を産む産まないのね、発言についてもそうなんですけども。まあこれについて、えー、桜田五輪の大臣についてはですね、野党が悲鳴、えー、やめた方がいいと、うん。当たり前ですよね。こんなんでも、 その、野党に言われる前にね、もうさっさと、安倍さんが首切るっていうかね、あの、そういうことしたらいいのにな、と、えー、思うんですけども、まあそういうとこができない、麻生さんの発言に対してもできないっていうね。 え、いうことが、やっぱ安倍政権がやっぱりだんだんダメになってきてるというかですね、長期政権になるにつれてもう、なんていうんですかね、もう野党が弱いから、ね、何もせんでいいわ、みたいな、あのー、そういう気分で言ってはんのかなっていう感じはしますけどね。まあ、だからこれを聞いてね、あの、せっかくその、 何て言うんてうですかね、昨日、病気公表、ね、されたという、ね、まあ、その衝撃的でしたけども、いやそれに対してこういうことを言える神経というのがやっぱ分からへんなと、うんやっぱり国民の、ねえー、ことを考える政治家としての資質というかです、ね、大臣としての資質というのも全くないなと思いますしね、やっぱ政治家としての資質というのも。 なあやっぱり欠けてるんじゃないのかなと言わざるを得ないと、でこの人、パソコンも使ったことがなかったって言ってね、えー、外国のメディアにも取り上げられてましたけども、まあ、その時はね、なんか、あのまあ、桜田さんらしいなみたいなね、えー、なんか笑って許そうみたいな、なんかそういう雰囲気もあったような気がするんですけども、まあ、この発言に至ったら、ね、ちょっと、え、どういうことっていうふうにはなると思いますよね、どう考えてもね。 うーんまあこれがね、本当にその、えー、こういう人をずっと大事にさせることがですね、自民党にとってもいいのかと。えー、自民党の、えー、足を引っ張り続けることになるんじゃないのかなという意味でもね、やっぱり自民党としてもやっぱり重く受け止めないとダメなんじゃないのかなと思いますけどね。チャンネル登録よろしくね。